沖縄のスピードスター伊藤聡馬、鹿児島チームが進化を発揮した。予選では得意のかましから早め戦闘で押し切ると、決勝では4番手から豪快にまくって連勝部位を決めた。寒さが苦手な伊藤にとって、雨風で気温が低いこの日のコンディションは不利な材料だったが、ギリギリまで体をしっかりと温めたと入念にウォームアップ。 競輪なので短期だったけど、しっかり勝負しに行ってよかったとニツノから仕掛けて、先行のカエータイトラを一気に飲み込む快勝劇だった。3位までに入れて全プロに行けて安心。次のベップ FI も優勝できるように頑張る。来月1日からの走りにも期待が集まる。